いやとんでもなく嬉しいニュースが舞い込んできましたね。というわけで、昨日ですね、なんと我々が待ち望んでいた、もう待ちわびていた、この素晴らしい世界に祝福をの新作アニメの制作が決定いたしましたということで、本当におめでとうございます。制作陣の皆さんおめでとうございます。そしてファンの皆様、やったもう待ちわびていたと思います。この先にはですね、すでにアニメ1期、2期、そして映画ね、紅伝説というのを、放送がなされてまして、3期いつ来るんだと、まあ、映画放送されたのはね、2年前かも、2年前の8月30とかですよね、確か夏の終わりぐらいって記憶あるから、まあ、2019年、2年前やったわけですよ。で、あれから2年経って、もうね、待ちきれなかった。まあ、人気的にはまず3期は来るだろうと言われてたんだけども、やっぱ来ないんじゃないかという不安もありつつ、なかなかね、ナローアニメで3期、4期ってやってるだけになかなかないと思うんですよね。うん、まあ、別にナローが最近台頭してきたのが最近だっていうのもあるんですけど、最近って言っても十何年前とかですけどね。うん、っていうところで、いやー、嬉しいですね。で、なんか今回新作アニメということで、何やんだって皆さん思ってると思うんですよ。3期なのか、OVA なのか、それとも映画なのかとかね、様々な予想を皆さんしてるかと思うんで、まあただね、もう僕は喜んでるだけでも多分もう、常に多分知ってね、もう喜んでる方いらっしゃると思うんで、それについて予想したりですとか、まああとはね、作が変わったくねと思う。アクア様が素晴らしく可愛くなる。まあ後でちょっと悲しますけれども、それについて語っていきたいなと思います。で、まずですね、このスバ、何それって、思った方は、こちらね、小説家になろうっていう、まあ、小説投稿サイトの原作のアニメで、まあね、ほんとなろうでも1、2を争うレベルで人気かな。僕の中だったら、もう4大巨頭ぐらい持ってますね。テンスラ、リゼロ、無職転生、このスバということで、無職転生はね、この前アニメから初めて見たんですけども、尋常じゃなく面白いわけですけれども、まあ、このスバっていうのは、なんだ、なろうか。なんだよ、そんな見ねえよ、見ねえよってね、最近アニメ好きになった方とかね、で、このスバ見てないよって方は思ったと思うんですけど、まあ、全然違いますね。もう普通のナローとは全く違う。もはやアンチナローと言ってもいいんじゃないかというぐらいに、こんなにダメな奴らいると。こんなに笑えるナローあるっていうのが、この作品で、もうね、見たとき、また異世界来たよーと思ってたら、もうね、面白すぎる。ダメ神、最高だ、アクア。もうね、めぐみ、もうね、キャラがもう、個性が強すぎるわけですよ。まあ最初主人公をね、カズマっていう、まあゲスマとかクズマとかいろいろ言われてますけれども、その主人公を最初異世界に紹介してた女神のアクアっていうのはダメ神とか言われたりするよ。本当にね、もうダメな奴の集まりなわけですよ。で、最終話とかになったらね、しっかりかっちり締まって最後、すげえかっこいいとこ見せると思うじゃないですか。ブレないんですよね。ということで、ぜひね、見てない方は見てほしい。ちょっとなんか不況が長くなりましたけど、本当にね、面白い。で、この先のすごいところは、作画崩壊を実際にしてたとしても、それが作画崩壊じゃないって言われるところなんですね。もうスタッフにすごい愛があるって言われてるのはこの作品で、たとえ作画崩壊してもすごいギャグに振ってるというか、もう面白い作品だから、もう作画崩壊すら笑えちゃうよねというね、本当にもう珍しい。多分普通だったらね、作画崩壊ちょっと顔崩れたりしたら、まあ、ブチ切れられると思うんですね、原作ファンたちに、まあ、アニメ勢からも切れられると思うんですけど、素晴らしいんですね。素晴らしいというか、ファンの方たちも温かくですね、もう、カズマの顔がもう全然意味わかんない顔になってて、もう皆さん、うわ、面白いよ、もはやってなってるぐらい、もう作画崩壊じゃないのかもしれないしね、実際というところの、作品がこれですなんで、めちゃくちゃおすすめですということで、ちょっと前置きが異様に長くなったんですけど、まあ、そんぐらい僕はこのスバ好きですし、まあ、ぜひね、見てない方は見てほしい。まあ、ハマんなかった方もいらっしゃったんですけど、まあ、それはね、どの作品も全部、僕が勧めてる作品、誰もがなんていうんですか、絶対面白いって言うはずはないね、やっぱ、こんだけ、あんだけ人気ある鬼滅の刃とか、使い戦でも、まあ、それは明らかにその否定の意見でも結構ありますので、まあ、誰もが面白いとね、断言はできないけども、本当に面白いですよ。マジ見てください。うん、本当にいい作品だと思ってます。ということで、何をやるかってところですね、3期か OVA か映画かっていうか、前置き長すぎたのすいませんね。すいません、失礼しました。ということで、まあ、僕的には OVA なんじゃないかなって思ってます。で、新作アニメってなんか言い方がなんかね、と思ったんですよね。まあ、続編であってほしい。正直3期でしっかり12話とかやってほしいなっていうのはもちろん個人的には思ってるとこだけれども、それだったら続編決定って言うと思うんだよな、正直。っていうのが多分皆さん思ってると思うんですよね。んで、まあ、下手したら決まってないのかもしれないけれども、まあでも OVA だったら今1話30分とか、まあ、どんなにやっても OVA で3話ぐらいだと思うんですけど、
まあ、3話分ぐらい、まあ、映画1本分できるかどうかぐらいか、まあ、劇場版でもう一回やるっていう可能性もなきにしもあらず、これはちょっと原作読んでないから、ね、その、なんか映画にちょうどいいストーリーの流すとかはわかりませんけれども、まあ、映画正直あんまないのかなって、新作アニメって言ってるから、それだったら映画って言うんじゃないかなって僕的には思ってるし、3期だったら続編って言うんじゃないかなと思ってるんで、まあ、個人的な予想としては OVA かなっていうところで、まあそれだったら OVA って言ってくれよと思ってるんですけど、まあ、もしかしたらね、決まってないのかもしれないですよね。今後続報が出るますよって。とりあえず、まあその新作ね、とりあえず次の続編が何かしらわからないけど作るよっていうのは決まってるというのが今回の情報なので、いやね、本当におめでたい。まあ僕は OVA と予想しておきますね。いやでもやっぱ3期が来てほしいなっていうのが個人的なところだし、多分皆さん思ってるんじゃないですか、3期見たいなって。まあ映画はね、前回見てますからね、映画もちろん嬉しいんですけど、前回劇場版で本当に素晴らしいメイク民たち、まあ僕はみんな好きなんですよね、いいっすよね本当に。ダクネスもすごいいいキャラだし、もちろん主要キャラ以外ちょっと名前がねよくわかんなくなりましたけど、おっぱいでかい子とかね、面白かったですよね。いや楽しみだっていうところです。で、作画はね変わったくねっていう話で、アクはなんか異様に可愛くなってたじゃないですか。で、制作会社多分一緒にスタジオディズナーだと思うんだけど、てかね、もうちょっと作画崩壊してもいいかなって感じがするし、なんか変にね、めちゃくちゃキャラが綺麗な、キャラクターデザイン最高みたいな感じだとなんか逆に違うのかなっていうのは思いますよね、この作品に関しては。普通だったら神作家であればあるほど、それはマッパさんとか UFO テーブルさんとかやってくれた方が嬉しいって当たり前なんですけれども、この作品に関してはね、なんかその、作がちょっと崩れますとかいうのも一つの味だし、一つの良さだと僕も思ってますし、結構そう思ってる方多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、アクアも可愛いに越してはないんだけど、可愛すぎるとなんか逆になんか変な感じもするなと。あんなことして、あんなに美女がね、あんなやばいことしてたらおかしいですから。っていうのはあるので、まあどうなんですかね、キャラクターでもちょっと変わる可能性はありますね。多分もうめちゃくちゃ人気ある作品ですから、もう多分制作費っていうのはかなり使えると思うので、もう手出したらね産地にしてすごい作が良くなるって可能性もあるんですけれども、アクア、でも可愛い方がいいか、やっぱ可愛い方がいいっすねということで、まあ楽しみだと思ってますけれども、まあなんかアクアは明らかに違うなってところで、あとはまあなんか普通に綺麗だなっていうところだったので、まあでもやっぱ難しいですね。難しいですね。作画界も一つの味っていう、なんかよくわかる、すごい作品ですから、これは。まあ、どちらにせよだから楽しみですよね。キャラクター綺麗になるでも、それはもちろん楽しめるし、別にそのままでもすごい楽しめるし、というところで、産地来てほしいなって個人的には思ってます。はい。ね、まあもう今日はね、動画本当はこれ、新作アニメっていうことで、まあ情報が全然できてないので、上げるつもりなかったんですけど、なんかもう ほぼ不況動画になってますけどね、このスバの。まだ上げるつもりなかったので、視聴者さんから、ぜひ上げていただけると嬉しいですね。なんとかね、文章忘れちゃったけど、ツイッターで僕がツイートしたら、僕のね、数少ない、フォロワーの方々に、一人の方がね、そうやって反応してくださって、こうやって動画を上げているわけですけれども、本当に嬉しいですよね。もうこうやって僕も語りたい、このスバに対して語るのは多分初めてだと思うんですけど、まあこうやって語りたいことがたくさん語れて嬉しいです。まあ新作アニメ楽しみにしたいと思います。皆さんで応援していきましょう。それでは。